本ばかり見ていないで、こっちを見てくれ。お前が知りたいことは、俺が全部教えてやる。さあ、何を教えてほしい？なんで、なんか、なんで、なんで、なんで、これはもう、ププってなっちゃいますよね、本当に言われたら。まあ、なりますし。だから、春画の結果、こうなってこうなっちゃったっていう。春画を見てるんでしょ？その春画なんか見てる。そういうことですよ。春画なんか見なくていい。俺が教えてやるよ。図書館やぞ！なしだね。図書館。もう男ばっか集まると、ろくなことが起きないっていうことは、本当に、その図ですね、今。とりあえずでも言ったのは、鈴村さんですか、ね、あ、僕ですか、あ、そうですか。すいませんね、学校の昼休みみたいになっちゃって、ね。いいと思いますよ。こういうまとまり方も。面白いですね。これでもさ、そうじゃないにしたってちょっとまさと面白くない？面白い。面白いですね。俺が全部教えてやるって言われたらびっくりしない？図書館。どうしたどうしたっていう。大丈夫かな？髪も揃えてどうしたのかな？って言われるよね、これ。ここはいいでしょ。うん、いいわ。面白いですね、これ、図書館。基本何やっても面白いと思う。そうなの。まさと結局ね、アニメを通して、うん、なんかだんだん